皆さんこんこにちはレックスンンコースの友次ですさて今回は「挫折してしまう原因実は○○にあった」というタイトルでお話をさせていただきたいと思います。さあまずですね挫折する原因って何だと思いますか、うんまあ、一番最初に思いつくのはですねいやもうやっぱりそれはやる気の問題でしょうと。 ねえー、やる気がやっぱりねなくなっちゃうとやっぱり挫折になるよねっていうふうにおっしゃる方は結構いらっしゃるんですけどもではではでははいやる気があれば絶対挫折しないのかというお話になってくるわけなんですね。 多いんですね、というかむしろまあ挫折っていうことを考えるとむしろそちらじゃないんですかね。えー、なんでかつてやっぱり挫折っていうのはね、えー、やりたいと思っていてもお、ね、なかなかそれがね、えー、うまくいかなかったっていうやっぱりそういう後悔みたいなものもありますからね。はもともとやる気がなくなったっていうんだったらまあ、そういう後悔みたいな感じもないでしょうから、うん、そう考えてみるとやる気ってそういう意味ではねえー。 必須のそののそ要因なのか挫折の原因の、ね、ベストワンなのかっていうとやっぱりそうとも言い切れないんじゃないのかなっていうふうなお話になるわけなんです。では何でしょう、うん、まあやっぱり難しいねやってみたら実は難しかった、うん、それで挫折をしてしまったもう自分には無理だっていうふうに思ってしまった、うんまあ、これも結構多いといえば多いです。 はい実はやっぱりね、うん、最初やるぞっていうふうに思って、ね、始めてみても実はやっぱり難しくて、うん、なんかもう自分には無理なんじゃないのかなっていうふうに思ってしまう、うん、これも結構ありますよね。はいいこれ結構あると思いますでもこれも手芸員ではないんですね。 なん、はい、でかって言ったらば、まあ、やっぱりねいろいろとね勉強化されていって、えー、あなるほど分かってきたっていうふうになることも結構ありますのでね、はいまあ、原因の一つにはなるでしょうけども主たる原因ではなくて挫折をしてしまう原因っていうのは実は、まあ、これにも付随するんですけれども時間配分のミスなんですね。これが結構 大きいんですよどういうことかというと皆さんこれからじゃあ卓研試験の勉強を始めますというふうにして何月までにどこまで仕上げればいいのかという目算は立ってますかそうなんですこの目算が立たないままに勉強を始めてしまうと先ほども言いました通り難しくてわからないって言った時に実はその瞬間に分かろうとするんですねで、特にやる気があればあるほど やる気があればあるほどいやこのままではなんかモヤモヤしてしまうんなんともし難いここを何としても理解しないとという形で実は当初の予定よりもどん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 遅遅遅れて遅れれててててになってしまうんですねそして実はほとんどの人が全範囲の勉強を終わらせないままもしくは ね、え、もう特幹工事的に無理やり終わらせたみたいな感じで試験会場に向かってしまうという方が非常に多いんですね。実は挫折の原因って、そう、時間配分にあったんです。はい。で、その時間配分と言いますのは、その勉強の時間配分です。いつどこまでやっていけば問題ないのか。これをしっかりと把握できない。これで挫折をしてしまう。いや、もしくは。 ちゃんと把握していたにもかかわらずいやこれは先に進んじゃいけないここをちゃんと理解してからじゃないと先に進めないみたいな感じになってしまって気づいたら前半に終わってないというタイプですねで。特にこれって独学の方に多いんです。あのスクールに通ってる方ってている方うのは あんまりここうういうところで挫折はしませんなんなでかっていうとスクールにカリキュラムみたいなものがありますからねで独学だとそのカリキュラムを自分で作成していかなければいけないっていうところがやっぱあってで自分で作成したカリキュラムですからもうどんどん自分で変えることもできるわけじゃないですかということになっていくのでやっぱりどん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 ずれ込んでいくんですね実は私自身もですね大学受験の時にこれ経験したことがありますそれどういうういいことかっていうとか、まあ、日本史 の選択だったんです私で日本史の選択だとまあやっぱりまあ歴史って覚えるだけじゃんっていう気持ちがやっぱり心のどっかにあってまあ、これは独学でできるんじゃないのっていうふうに思っていたわけですよ結局自分がやるかやらないかだけの問題でしょっていうねえまあ、そういうことを考えていたわけですよでその結果どうなったのかっていうと そう私実は結構ですね当時完璧主義者だったんですよで完璧主義者だと本当にえここを完全に例えばね、えー、なんか問題集かなんかをやってこれを完璧に全問正解するまで先に進まないっていう風に、えー、やってしまったんですねでその結果どうなったのかって言ったらば試験の2週間ぐらい前に平安時代ぐらいまでしか勉強いかなかったんですよそう、あのーうん、テキストで言うと最初のところですよ本当に。 えー、もう鎌倉室町安土桃山江戸明治大正昭和平成が全く勉強できてないって段階で試験2週間前になってしまったわけですね。でまあこれはね大学受験で日本史とか勉強したことある人だったら分かると思うんですけれども近現代が一番出るんですよ近現代が勝負なんですよそこを全く手つかずだったんです。でやっぱり手つかずのまんま試験会場に行くのは怖いということで。 残りの2週間ただ単に意味も分からず丸暗記ということをしていってそしてそんなんで点数取れるわけないじゃないですかということでそほとんど点数が取れずに失敗してしまったというですねこういうことが実は資格試験の勉強でもよく起こり得ることなんですね。 何かと言いますとまず権利関係の勉強をしましょうっていうふうになってで権利関係ってやっぱりまあ結構難しいですし問題集解いてみてもやっぱり難しい問題が多いです。でそうした時にいやこれがちゃんとでで全部できるようにならないと先にいけないんだっていうふうになったら権利関係だけで時間をめちゃくちゃ使ってしまってでそして。 まあ次、宅建業法に行こうかなっていうふうになったらば、ね、宅建業法も宅建業法でよし、これはなんかね、えー、いろんな人に聞いたぞ、えー、宅建業法は高得点勝負だとね,、えー、んねしっかり全部マスターしないとここで失点するわけにはいかないみたいな感じでまた時間を使っていってそして法令上の制限税その他をやるときにはもう試験直前。はい ね、なかなか時間がないからもうしょうがないから法令上の制限税その他もうとりあえずじゃあ全部暗記覚えちゃえっていうふうにやってしまうそれで点数が取れるわけはないそして残念な結果になってしまうっていう方非常に多いんですね。なのでどこまでの期間でどこまでの内容をちゃんとやるのかでそして ね、そのペースにちゃんと忠実に従っていけるのかというところが実は勝負ポイントになってたりすするんですねだから、まあ、さっきも言いましたけどもやる気があるだからこそ。 完璧主義者って多いんですよでそうするとどん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 まあね規定の時間よりも遅れていってってことになってしまうわけなんですね。じゃあそれを防ぐためにはどうすればいいのかと言いますとそうペースをちゃんとね、えー、決めてそしてそのペースに忠実に守っていくっていうですねこの姿勢が大事になってくるわけなんでですねはいで,ですね。 例えばですね。まあこちら、新宿エルタワー本校週1完成合格フルコースというふうにあります。はい。まあ先ほども言いました。ね、え、スクールに通っているっていうふうにすると、このペースって、まあある意味強制的に決まってくるんですよ。そう。皆さんが、ね、え、嫌だと言っても5月13日に権利関係の講義が終わるんです。 で皆さんが嫌だと言っても6月17日には宅建業法の講義が終わるんですねで。皆さんが嫌だと言っても7月22日に法令上の制限の講義が終わるんです。ということはそうもうも皆さんが嫌だと言っても7月22日までに宅建試験の範囲は一通り、えー、終えることになるわけですね。そうこれは 完璧主義っていうものを、ねえー、逆ですよそういう意味ではどん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 こう先に進んでいく不完全でもいいから先に進んでいくじゃあ不完全なななままだったら点数取れいいじゃないですかそうそれはどうすればいいのかもう一回繰り返せばいいんですよね。 はいということでこちら「演習講座」っていう形でそう7月の22日ですかに終わったら次の7月29日から今度はまた権利関係に戻ってそう2度塗り3度塗りでやっていきましょうよ。でまた9月の23日に終わったらば次は今度は究極のポイント300攻略講座ということでまた全科目にね戻っていきます。そう 実はこうやって何度塗りかをしていってそれで徐々に覚えていくこういうやり方を取れるかどうかなんですね。ね、はい、ですので、まあ、生講義何が一番、ねえー、メリットなんですかってよく言われますが、ねえーまあ、生講義の一番のメリットってそういう完璧主義系の人からすればそうペース配分がちゃんと決まってるというところになるんですね。 挫折してしててまう原因って実はこのペース配分のミスに多いってことに気づいていただければそうこういうカリキュラムをしっかり作って勉強していくことの大事さってのは理解していただけるんじゃないかなというふうに思います。も、はいででねまあ、もしも、ね、これご自身でちゃんと ね、計画を立ててでそしてそれを、ね、いかなる事情があってもその計画を絶対に動かさない、ね、しっかり自分で決めた計画に従ってやっていくんだ、ね、完璧じゃなかったとしてもとりあえず前へ前へ先へ先へ進んでいくんだっていうそういう強い意志があるっていう人は独、ね、学できっちり頑張ってください。 ただいや,やっぱりねそういういいところ弱いんですよどうもやっぱりんなんか不完全なまま先に行くことに抵抗があってって方はもうこういうカリキュラムね誰かが作ったカリキュラムに乗ってしまうっていうのは本当に一番楽です。 なので、まあ、生講義に適している方ってどういう方なんですかって言ったら、まあ、一番適しているのはもう完璧主義の方です。はい、完璧主義の方ってもう独学でやろうとすると本当に、ね、当時の私みたいになります、ねえー、試験2週間前になって実は法令上の制限その他全く手つかずっていう、ね、でそしてもう、ね、その場を間に合わせるためにとにかく暗記ていうそれで受かるのはなかなか難しいんですね。ね、は、で、い、ですのでペース配分 これかなななり大事になってきますすでで意外と盲点なんですよやっぱりまあ挫折する原因って何ですかっていうふうにね、えー、皆さんにアンケートを取ってみるとやっぱりいやそういうとこって意欲なんじゃないのとかですね、えーまあ、教材の良し悪しなんじゃないのとか、まあ、もちろんそれがゼロとは言いません。ゼロとは言いませんけれども実はこういうところにあったんですね。はい ですので、まあ、ぜひね、えー、今回、ねえー、新宿エルタワー本校の方で、えー、週一完成合格フルコース、ねえー、開講いたしますで。開講前の特別講義として、ね、3月25日に、えー、無料体験もできます。でそして、えー、開講日4月の1日、えー、こちらも無料体験できます。 はいまあねもしね、えー、ちょっとあ私、うん、そういうタイプ当てはまるな、えー、ちょっとやっぱり自分でねカリキュラム作ってって言ってもやっぱりそのカリキュラム守れる自信ないなどうしてもやっぱり気になっちゃうんだよなはいそういう方是非お越しくださいね、えー、もうしっかりとペース作りはやっていきますこれがやっぱり一番成功に近道なんだということになってくるわけなんですね。はい えー、ですのでもう本当に、えー、カリキュラムね、えー、どういう時期までにどの時期までにどこまでやっていくのかっていうところをしっかりと念頭に置いて勉強を始めて、まあ、もしくは もうスタートしててている方は勉強を続けてみてくださいもしそれがご自身でお一人でやるのが困難だというのであれば、えー、私ねえー、ともつくぜひお手伝いさせていただきたいと思いますので、えー、レックス新宿エルタワー本校の方まで足をお運びくださいそれではですね、えー、これを見ている全員の方がね今年2021年卓球試験合格できることを願っております それではですね、えー、短い時間ではございましたが、えー、以上で終了させていただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。